小玉党は平安時代後期から鎌倉時代にかけて武蔵国で拡挙した武士団の一つ。主に武蔵国最北端域全域を中心に日西、秩父、上野国あたりまで拠点を置いていた。武蔵七党の一つとして数えられる小玉党は諸々の武士団の中では最大勢力の集団を形成していた。本州化の家門は軍配団専門であるが、随心。 随病していくことで諸子による派生門、俗派門が生まれた。その後、時代の流れとともに各地へ散らばっていく。小玉党をはじめとする武蔵七党の各武士団、諸子族は猛虎襲来に備えるため、鎌倉幕府の命により、西方遠くは秋国、九州まで及びその防備につくため下校し土着していく。疾祖は藤原北家流。 藤原惚れ地下の家師だった有道重み能が藤原惚れ地下の失脚により武蔵国に下校し、その子息の有道惚れ行きが神奈川の中流部にあった悪原牧を管理し、ここに住して小玉島の祖となった有道市である。また、雄とは有道市の略称として伝わる。子孫の多くは神奈川の戦場地に広がって猪俣島とともに、 小玉の上里地域を分けていた。僕に発し、子孫が上里地域に広がっている。小玉等の本州家は、はじめは小玉氏、次に少氏、その後を本城氏が継いだ。この三氏族のうち、少氏は戦国時代の備中国で華々しい活躍を見せることとなる。また、本城氏は東国における戦国時代の永遠となったイカゴの戦い、つまり、 その最前線地に立つこととなった。小玉氏は小玉軍の悪原牧を運営しながら河内省を本拠地としたが、昭氏の時代となると北方へ移り小玉省を本拠地とした。本庁氏は北、堀村を拠点としながらも小玉省を引き継いだと考えられる。古書などでは小玉等を武蔵七党中最大にして、 最強の武士団と書いているが、集団の規模が大きかったために、滅びにくかったというだけのことであり、負け戦も少なくはない。ただし、他の武蔵国の中小武士団と比べれば、長続きしたのも事実である。南北朝以降は弱体化し、党の本創家たる本庄氏も小田原征伐で没落し、事実上解体している。弱体化の原因は、 南朝廷側に着いたことと、本城市の拠点が、武蔵国北部の国境付近、第地条であり、戦国時代ではその地理上、激戦区の一つと化してしまったことが挙げられる。七刀という、数の古兆ついて諸説あるが、当時有力な武士団が多数形成されていたことを、表している。有道以降の生誕千年を記念する、石碑神社の北側にあった石塔を、 北東寄りに移したとき、石塔の下から人骨が発掘された。その石塔こそ、有道氏の墓碑でありこれをご神体として祀るために、建てられたのが有志神社だと推測される。ありがとうございます。